あれ？待って待って待って。人質いなくなったって。おい、人質どこいた？なんで逃げるのよ、これ急に。お金取ってるときに逃げたらもうどうしようもないやん、これ。もう意味わからんて、これ。ちょっとさ、ちょっと話しようぜ。いや、これさ、お金取ってるときに逃げちゃったら、どうしたらいい、これ。まあ、取るとしたら、取ってる途中に逃げたのよ、人質が。なんだよ、あいつ。いや、もうどうしようもないって、あいつは。俺と結構長い時間いたけどね。俺は一体どうすればいいんだ。聞こえるか？ちなみにそっち何人だ？こっちか。そう。こっちはな、1,2,3,4,5、5人、バカ、風呂場じゃないから、風呂場じゃないから。ああね。5人いて、まともな警官が3人、あと行かれてる警官が2人。なるほど。じゃあ、今喋ってるお前、こっち入って。俺？うん。一旦こっち入ってみ。ちなみに私、人質の価値はないぞ。価値ないの、お前。うん、殴るって言ってる、俺ごと。マジか。でも、来たよ。じゃあ、価値がないの、人質として。だってみんな殴るって言ってる俺が人質になったらどうしよう。俺を犯罪者殴れ。でもワンチャンあるよ、人質の価値で。ある、人質になろう。わかった、なる。じゃあ出よう一緒に。うん、一緒に。じゃあ 俺を助けてね。わかったわかった、任せて、助けてあげるから。助けていいよ。本当に殴ってくる。いや、知らんからね。信じて、うん、俺のこと信じて。わかった、行こう。あ、おい、人質がいるぞ。絶対出てきたよ。人質いるぞ。おい、なんない。おい、やばい。やばい。やばいって、やばいって。痛い。あ、死んだ。強すぎだろ。解決。作戦通りだ。おい、人質殺すなよ。人質なのになんで殴るね。キャプテン、人質は価値がないからだ。お前はクビだ。いや、人質いるじゃん。いなかったぜ。あれは人質じゃないんかい。あれは人質じゃないぜ。人質だよ。あいつ以外なら誰でも人質だった。あいつだけは違った。なんだよこれ。俺たちが特殊刑事から覚えておけ。やだ。